田中雅彦は、オーストリアのバドミントン選手。身長170センチメートル。右利き。神奈川県横浜市神奈川区出身。横浜市立松本中学校。神奈川県立鶴見高等学校。京都外国語大学を経てと、元オーストリア代表。ヨネックスなどと、用具契約。1992年に単独ヨーロッパに渡り、オーストリアウィームのクラブチームに、 スカウトされる。その後、オーストリアのプロリーグで活躍し、国際大会に参加した、日本人初のプロバドミントン選手。1997年から2002年にかけて、ウィーンランキングトーナメントのシングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3種目で優勝する3冠を達成、同大会では、数多くの入賞を果たしている。また、ウィーンランキングでもシングルス、男子ダブルス、 混合ダブルスの3種目で1位になっている。国際大会では、近隣諸国であるハンガリーやスロベニアの大会で実績を残し、2001年にオーストリア代表としてヨーロッパサーキットに参戦を開始、オーストリア国際以外に、ポルトガル国際、クロアチア国際、キプロス国際などに単独で乗り込み国際大会での経験を積んだ。また、同年、 全英オープンに参加した後、ジャパンオープンにもオーストリア代表としてエントリー、国立代々木競技場に外戦帰国した。ジャパンオープンではリー・チョンウェイと対戦している。2004年にはテレビ朝日系、ポカポカ地球家族がウィーンを取材に訪れ、2005年2月19日にこれが放送されると日本のバドミントン界で大きな反響を呼んだ。以来、日本から 数多くのバドミントンプレイヤーがウィーンを訪れている。2010年2月にウィーンで開催されたオーストリア国際ではスイスプロリーグで活躍する平松隆弘と組んで男子ダブルスに参戦。この大会を機に国際大会から引退した。43歳という年齢での国際大会参加は話題となった。得意種目のシングルスはフットワークを活かして拾う。守備型。腕力の強い。 ヨーロッパ人に対してミスの少ないプレーで相手のスタミナを奪う。シングルスのみならず男子ダブルスと混合ダブルスもこなす。ありがとうございます。